第888回11月5日土曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ヤコブの手紙3章18節。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。神は私たち神を信じる者を真の平和の実現のために用いられます。人間的には知恵が不足していても、神からの知恵が与えられると生き方によって平和を示すことができます。争いのあるところに平和が実現するように祈り、平和のために行動したいと思います。神はすべての必要を満たしてくださいます。フィリピの信徒への手紙4章19節。私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。神が必要を満たしてくださるので、平和のために祈り、平和を実現するものでありたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、言葉と行いで信仰を証しできますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。私たち一人一人に真の平和を与えてくださる神様、あなたを信じるときに平和が与えられ、心から感謝をいたします。私たちの周りには平和を乱すものがたくさんあります。一つ一つを退けてください。戦争が起こっております。一刻も早くこの問題が解決しますように、みんなが愛し合い支え合うことができますように。コロナの問題で苦しんでおられるお一人お一人の上に神様の今力が与えられますように。あなたと共に生きるこの平和な人生を一人一人が踏みしめて歩むことができますように。私たちに平和を与えてくださるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。